皆さん、こんにちは。エクサイノベーションストゥディオ、略してアイズです。アイズでは、パリ、ロサンゼルス、東京を拠点として、世界最新のイノベーションの調査分析および事業化を進めています。そんな私たちが運営するアイズネットワークでは、グローバルに活躍するビジネスパーソンや、これからグローバルに挑戦したい皆さんに、ビジネス、テクノロジー、経済等、トレンドの最新ニュースと、そこから得られるインサイトを紹介しています。今日もロサンゼルスの信原武史と私、ロサンゼルスの宇都龍馬がお送りしていきます。信さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速今日のニュースに行きたいと思います。今日のニュースは8月3日の日本経済新聞等で取り上げられましたセブン&アイによるアメリカコンビニ大手の買収のニュースになります。このニュースのポイントを簡単に、まずはご説明したいと思います。まず、セブン&アイホールディングスが今回、アメリカのコンビニ、業界第3位のスピードウェイを2.2兆円で、買収すると発表しました。スピードウェイはガソリンスタンドを併設しているタイプのコンビニで、全国に展開をしています。で、3つ目のポイントですけれども、アメリカのセブンイレブンは2005年の11月にセブンイレブンジャパンによって完全子会社化をされていまして、実はそれ以降、2006年以降ですね、急速に売上利益を伸ばしてきていますというのがニュースのポイントになっていますが、まず最初にノブさんにお聞きしたいのは、アメリカのコンビニエンスストアって日本とだいぶ違うと思うんですけれども、どんな感じで見てらっしゃいますか？はい、そうですね。日本同様、アメリカも、ガソリンスタンド併設型と独立型、があります。で、特にその、独立型の方は、どちらかというと、お酒とかタバコとか、そのスナック類、そういったものを、安価で買いに行きたい。そういう人が、よく利用する、場所で、夜遅くまでも空いてますので、私が10年前にこちらに来た時は、あまり、そういったところには近づかない方がいい、安全面の面ですね。そういう、どちらかというとですね、あんまり治安がいい、場所ではないというイメージがあります。で、ガソリンスタンド併設型の方は、ガソリンを給油する人が、何か欲しいときに、物を買う。ただ、日本に比べて商品点数もすごい少ないですし、同様に飲み物、菓子類、スナック、そういったものがですね、主に、見られます。ありがとうございます。ちょっと調べてみたんですけれども、アメリカのコンビニエンスストアというのは、ほとんどがガソリンスタンド併設型で、実は日本みたいな独立した店舗で、展開されているコンビニというのは非常に少ないということなので、この今回もですね、スピードウェイというガソリンスタンド併設型をメインとやってしてコンビニ、やっているコンビニを買収したというのは、一つアメリカらしいニュースかなと思います。で、じゃあ今度話がセブンイレブンの方に移しまして、アメリカのセブンイレブン、先ほどご紹介した通り、2005年の11月にセブンイレブンジャパンの 100% 子会社になりまして、それ以降ですね、日本のコンビニエンスストアのいろんなノウハウを入れて生まれ変わろうとしている最中だと思うんですけれども、セブンイレブン、アメリカのセブンイレブンはじゃあどんな感じなのかということについて、ノブさんにご紹介をして、もらいたいなと思うんですけど、今回は写真も撮ってきていただいたので、こちらを使いながらご紹介いただければと思いますけれども。そうですね、こちらのセブンイレブン、そのコンビニエンスストアで、この写真でご覧いただきます通り、例えば真ん中のその写真ですと、文房具からその、スマートフォンの充電器から日本で見られるようなものが、ここで買えたり、また、温かい食べ物ですね、電子レンジにチンしたり、することによって美味しく食べれるような、ものの商品点数が、あったり、増えたりですね。で、もう一つ、特徴的だったのが、ポッキーとかハイチュウとか、
日本のそのお菓子類が棚に、目立つところにですね、販売されていたりと、他のその米国系のそのコンビニストアにないようなものが多くあってですね、入店しますと、日本のそのコンビニエンスストアに入ったかのようなレイアウトを感じることができまして、非常にその便利な、ものを買うにあたって、とても便利な場所に生まれ変わっているなという印象を強く受けています。確かに日本で、これをご覧になられている皆さんは、なんだ日本のコンビニじゃないっていうふうに思うかもしれないですけど、アメリカのコンビニエンスストアって日本のようなサンドイッチ置いてあるようなところとかもないですし、ちょっとしたスナックとかドリンクが置いてあるだけで、真ん中の写真のような、文房具とかちょっと欲しいものを買うところっていうのはないなっていう印象を持ってたので、本当に日本のコンビニのエッセンスが入ってるなっていうのを強く感じました。ありがとうございます。ではちょっと次に質問を変えさせていただきたいと思ってるんですけども、ではじゃあこの今回のこのセブン&アイによるスピードウェイの買収がアメリカコンビニ業界ですとか、あるいは、日本企業、日系企業にもたらすそのインパクトっていうのについてどういうふうにお考えになられますか？そうですね、日本企業に とりましてはそういうお菓子のみならず、さまざまなその日本のアイデアグッズ、便利グッズを、販売する一つのチャンネルとしてとても魅力的な場所だと思います。日本のアメリカのそのスーパーマーケット、またコスコ、ホールフーズ、そういったところで物を売ろうとしますと、一つの棚を買うのにすごくお金がかかるんですけど、こういうような、商品点数を少なく置けるような場所っていうのは非常に、チャンネルとして良いと思います。で、また、これからそのコンビニ業界がどう変わるというよりも、こういう人が寄りたいようなその場所には、e コマースの、ものの、ピックアップ、また返品、そういうような機能を、充足させることによって、今後のその e コマース、EC 化率がどん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 その、増えていく中、こういうような人が寄るような場所での、ピックアップ、返品機能ということを充足させることによって、かけがえのないですね、欠かせない、人々の生活に欠かせないような場所に変貌していく可能性があるので、そういう観点からとても面白いですね、今後のその事業機会が見込まれると思います。ありがとうございます。1点だけ、今回の買収を非常にリスクが高いというふうに見ているメディアの論調というのが、ありまして、その論調というのは、このスピードウェイというのがガソリンスタンドを併設しているタイプだと。で、ガソリンスタンドは今後電気自動車が増えてくることによって徐々にその需要が減ってくるんじゃないかっていうところを、指摘している人たちがいるんですけれども、その動きはどういうふうにお考えになりますか？まあ、その指摘は論理的にはすごく正しいんですけど、電気自動車がガソリン車に変わっていくスピードと EC 化率が一気に増えていきまして、そういうデリバリーポイントが必要とされるそのスピードというところに考えますと、私はどちらかというと EC 化率の向上とその人々のそのにとって欠かせないような存在になるというところのスピードの方が早いと思うんですね。したがいまして、そのポジショニングをしっかり確保することによって、で今ガソリン車をガソリン入れるのに大体まあ5分10分、かかります。で今の EV の技術に行きますと、まあ、120V の家庭で入れるとまあ平気でその12時間以上、 220V でまあ7、8時間ぐらいで、スピード、が速いですね、 440V でもまあ2時間です。で従いましてね、ガソリンスタンドに、EV のところを併設することによって、そこで EV 車を充電する人っていうのは、まあ、最低でも 440V 設置したら30分はいると思うんですね。でそれでまあ100マイルぐらい充電できます。で、その間にそういう顧客に対して何を提供するかっていうのが今後の、アイデア勝負だと思います。
なるほど。で、そういう形で、その30分間を有効活用できるように、な場として変貌できるのであれば、その不利なところを逆手にとって、充電期間中もいろんなことができるような、そのコンビニエンス、スターバックスが作ったような、そういうような場に変貌することによって、限りない事業機会が、見出していけると思います。なるほど。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アイズネットワークでは、本日のような世界の最新ニュースを考察しているという点だけではなく、我々アイズのメンバーやヨーロッパ、アメリカのエキスパートとつながることができるメンバー限定のコミュニティも運営しています。詳細はこのビデオの概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは、本日は以上となります。のぶさん、ありがとうございました。ありがとうございました。